鉱石などを運搬したのか不思議にさえ思う。その過酷さが広がります。右手天井に大きく開いた建物をご覧ください。ヤーキと呼ばれる一本橋を大きく登っています。この建物は地上まで達しており、校内への出入り口と登り立つ時の排出口に使われていたのです。40本に通ったこの建物は正式名称をアニキラーと呼んでいます。この先まだまだ続いております。下向きには150メートルが溜まっております。岩盤に残る4の跡で当時の苦労のことをしのんでいただきたいと思います。皆様、本日は施設菊野銀座にお越しくださいまして誠にありがとうございます。昔は高座に登場して地球を選ぶのだけでなく、それは地球で皆様をご案内しましょう。このホールは浜田地方よりこの場所で銀座の地方の住民よりThank you.
古代からのメッセージが聞こえてくるようです。